ジョージ・クライマー、ジョージ・クライマー、ジョージ・クライマー、1739年3月16日から1813年1月23日は、アメリカ合衆国の政治家、アメリカ合衆国建国の父の一人、イギリスからの完全なる独立を主張し、ペンシルベニア州の代表として、アメリカ独立宣言に署名を行った。また、大陸会議に参加し、合衆国の行政府に、 その生涯を捧げた。1739年、ジョージ・クライマーはフィラデルフィアで生まれた。父親のクリストファー・クライマーは、イングランドのブリストル出身の家柄ロシソンであり、アメリカへの移住後に、フィラデルフィアで知り合った、デボラ・フィッツ・ウォーターと結婚した。だが、母親のデボラ・フィッツ・ウォーターは1740年に、父親のクリストファー・クライマーは1746年に、 死亡したため、ジョージ・クライマーは7歳で孤児となった。ジョージ・クライマーは、おばのハンマー・コールマンと、その夫のウィリアム・コールマンのもとへと引き取られた。コールマンは、フィラデルフィアで、指売りの商人であり、クライマーは、コールマンの庇護のもとに育てられた。クライマーは、コールマンから、哲学や文学を教わり、また、コールマンの所有する、図書館で、読書の面白さを学んだ。 そして1758年にペンシルベニア大学を卒業するとコールマンの商社で会計事務の職に就いた。だがクライマーは商業の世界にあまり順応できず文学や科学に大きな関心を寄せた。同年にはコールマンが死去し、クライマーはコールマンの会社と遺産を継承した。1759年、クライマーは ロバート・リッチー・リース・メレディスそしてリース・メレディスの息子のサミュエル・メレディスと共同で資金を出し合い貿易商社メレディスクライマーを設立したメレディスクライマー社は順調に売上を伸ばし間もなくペンシルベニア最大の商社に成長したその後1765年クライマーはリース・メレディスの娘のエリザベス・メレディスと結婚したまたこの頃クライマーは メレディス一家の仲介で、ジョージ・ワシントンラゴの政治指導者たちと知り合った。クライマーは、複数の貿易事業への参画を起とし、長年にわたって、小取引を続けたが、過剰な事業展開は望まなかった。クライマーは、事業経営の傍らで読書に、多くの時間を割き、明晰で創建な、富んだ知性を発揮した。 学問的職業に就くことはなかったが、法律や歴史、政治の分野に精通していた。クライマーは若い頃より、共和主義者であり、また熱烈な愛国主義者でもあった。クライマーは、イギリス政府による、租税政策や、貿易規制に関心を持ち、徐々に政治に関与するようになった。1773年には、ペンシルベニア愛国社員会を統括し、 イギリスで新たに制定された茶法に抗議の意思を示した。クライマーはイギリス本国の議会から指名を受けたニ受ーに対して辞任を要求し海外から輸入された茶をフィラデルフィアで販売することを拒否した。またクライマーはペンシルベニア安全協議会の一員としても活動し、植民地からの完全な独立と立法府の新設を衝動した。1775年 クライマーはペンシルベニア州から大陸会議の一員として選出され、財政管理に関する知識で高い評価を受けた。そしてクライマーは独立戦争の資金調達を監督するために大陸会議から行けるヒレガスと共に初代財務官として指名を受けた。クライマーは大陸会議によって発行された紙幣を自身が所有する金、銀などの貴金属やエイポンドと交換し、 新政府に対する信頼を示した。そして翌1776年には、アメリカ独立宣言への署名を任された。1776年12月、議会は、イギリス軍がフィラデルフィアに向かって進んでいることを受け、アメリカ合衆国の首都機能をフィラデルフィアから、メリーランド州ボルチモア一転した。だがフィラデルフィアにおいて、小取引に関する委員会を設立する準備を、 進めていたクライマーは、ロバート・モリスやジョージ・オルトンらと共に、フィラデルフィアに残った。1777年、クライマーは再び大陸会議のメンバーに選出された。この会期中、クライマーの職務は、非常に努力を要するものであり、健康的理由により一期限りで辞任することを余儀なくされた。この年、クライマーの一家は、 フィラデルフィア西方4 0トルのチェスター郡に暮らしていたが、イギリス兵による攻撃を受け、家財道具のほとんどを壊された。また大量に貯蔵してあった種類も略奪にあった。クライマーの一家は避難し、被害を逃れた。1813年、クライマーはニュージャージー州モリスビルで死去した。クライマーの遺体はニュージャージー州トレントンのフレンズ墓地に埋葬された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。